にちは、トワログです。今日はね、 M1 MacBook Air におすすめしたい、これだけは買っておいてほしいっていうアクセサリー類を紹介しようと思います。一応ね、目次をタイムラインにつけておくので、気になったところだけこう飛ばして見ていただければと思います。それでは早速いってみましょう。まずアクセサリー類を紹介していく中で、やっぱりね、こう重要度順に、紹介していった方が分かりやすいかなと思うので、一応ね、重要度順に紹介していこうと思います。ちなみに今回紹介するアイテムはこんな感じですね。高い順、安い順で、重要度が高い順、重要度が低い順っていう形で並べているので、この表にあるものすべておすすめというか、僕にとって必需品みたいなものなんですけど、本当にね、このグラフの右側にあるようなものは本当にね、とりあえず MacBook Air を買ったら一緒に買っとけっていうものなので、こういうところから紹介していこうと思います。まずはね、なんと言っても絶対に手放せないアイテムとしてはこちらですよね。 USB Type-C のマルチハブです。これはね、本当にいろんなところで紹介され尽くしているし、多分ね、皆さんも持っていると思うんですが、やっぱりね、重要度としては個人的に一番高いかなと思っています。 MacBook Air 見てもらうと端子が2つしかないんですよ。こっち側見ても端子がなくて、裏にもなくて、左側の面に USB-C のポートが2つあるだけなんですね。なので、こういう SD カードはそのままだと読み込めないし、例えばこういう確定申告とかで使うような USB Type A のね、アクセサリーとかもここに挿せないんですよね、直接。あとは例えば外部ディスプレイと接続するために HDMI ポートが必要だっていう人もいると思うんですけど、こういうアクセサリー類の全てがそのままだと接続できないんですよ。なので、こういうマルチハブっていうのが必須なんですね。このマルチハブに関しては僕はサテチのものを使ってるんですけど、ちゃんとね、充電用の端子があって、 USB Type A に対応したポートが2つあって、データ転送用のね、 USB-C ポートがあって、なおかつマイクロ SD、 例えば GoPro とか DJI ポケット2を使う人だったらこれを使いますし、カメラでね、写真を撮ったり動画を撮ったりっていう人だったらこの SD カードリーダーもついてるんですね。なおかつね、こっちには HDMI ポートが搭載されていて、例えばね、こうやって装着して、でこういうアクセサリー類はここに直接差し込んで、でディスプレイを HDMI で接続する、プレゼンテーションを今から行うっていう時はここの HDMI ポートに差し込むことができるっていう感じです。であと結構便利なのが、例えばね、この MacBook Air でもう少しね、大きい画面で Netflix とか Hulu を楽しみたい、 YouTube を見たいっていう人だったら、このね、マルチハブとHDMI ケーブルがあれば、自宅にあるね、テレビに直接挿して、この MacBook Air 上に表示されてる画面をそのままね、テレビで見ることができるんですよ。これね、意外と知られてないと思うんですけど、本当にFire TV とか、Apple TV とかそういうのがなくても、MacBook だけでテレビに接続して見ることができるんですね。こういうマルチハブを一つ持っておけば、そういう使い方がいろいろできるので、本当にね、 MacBook Air の使い方っていうのがすごい広がるんですね。で、僕が今使ってるのはサテチの8500円ぐらいのモデルなんですけど、これに関しては多分ね、アンカーからパワーエクスパンドダイレクトっていうやつが出ていて、そっちの方がね、高性能かつ、5000円ぐらいと結構安く買えるので、個人的にはそっちの方が今買うんだったらいいのかなとは思ってます。気になる人は概要欄にリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。で、続いてなんですけど、そのハブの自宅用というか自宅据え置き用のモデルがあるんですよ。こちらですね、トバログのルームツアーとかデスクツアーでも紹介しているんですけど、ベルキンのドックステーションです。これは本当にね、自宅でがっつり MacBook Air を使って仕事をしている、仕事をしたいっていう人に本当におすすめしたいアイテムですね。これがどういうものかっていうと、一応ね、ここにも表を載せておくんですけど、これだけのアクセサリー類が同時に接続できるんですよ。 MacBook Air を最大速度で充電できるポートが備わっていたり、さっきのね、各種アクセサリー類、僕だったらマウスのレシーバーをつけたり、テンキーを装着したり、たまにキーボードを装着したりっていうのが一括で行えるポートが備わっていて、なおかつ有線 LAN で接続できるイーサネットポートを搭載しているので、不安定な無線 LAN ではなく、有線 LAN で確実にデータを転送することができるっていう、便利なドックステーションですね。これに関してはね、ちょっと高いんですよ。3万円近くするし、しかもね、結構大きめで、アダプターも結構大きいので、自宅据え置き専用っていう感じの
ドックステーションなんですけど、これだとね、まあ、M1 MacBook 対応してるか微妙なところなんですが、 4K ディスプレイを2枚同時に接続して、でなおかついろいろアクセサリー類を装着、例えば SSD ハードディスクを装着した状態で MacBook に対して最大 85W で給電ができるので、これはね本当に在宅ワークで作業しているフリーランスの人、そういう人に本当におすすめしたいアイテムですね。まあ、会社が許してくれるのであれば会社に置いといてもすごい便利かなと思います。このさっき紹介したマルチハブとこのドックステーションどう違うのかっていうと、こっちに関しては MacBook からの給電なので、あんまりね大きすぎる電力は使えないんですよね。例えばハードディスク何台も挿したりとか、このハブからすごいね電力を食うものを装着してしまうと動かないっていうのがあるんですけど、このドックステーションに関してはこれ自体に電源が必要なんですね。なので結構ね大きめのハードディスクをいくつか装着してもちゃんと駆動して、さらにね MacBook の方でも接続できますし、でなおかつそれがね USB Type-C ケーブル1本でかなりね安定して接続が切れることなく使えるので、まあ、自宅で本当に使うんだったらこれが本当におすすめっていう感じです。で外出先でも使うっていう人だったら、まあ、とりあえずねこれがあれば、まあ、最低限いろいろなアクセサリー類を装着できるかなっていう感じですね。はい、じゃあ次はケースですね。やっぱりねこの買ったばっかりの MacBook Air、 MacBook Air 結構ね10万円ぐらいから買えてリーズナブルだって言われてますけど、さすがにね10万円以上するものをやっぱりね常にカバンの中に入れて持ち歩くアイテムなので、かすり傷とか他のね道具との干渉とかちょっとね衝撃が怖いですよね。そういうリスクをねできるだけ回避したいっていう意味でも結構ねあのケースって大事だと思うんですよね。で僕は何を今使っているかっていうとこれなんですよね。コートエシエルっていうメーカーの、まあ、フランスのね有名なバックパックのメーカーのネオプレーン製の MacBook 13インチ専用のケースです。これはねエバーノートエディションでちょっとスペシャルなもので、7年前ぐらいに MacBook Air のね13インチを購入した時にその時買ったものなんですが、それがね僕の場合はぴったりなので結構ね今こうやって使っています。でまあ僕の場合はねたまたまこれを持ってたので良かったんですけど、結構ね PC ケース選びって難しいですよね。革製のものをちょっと重いし高いけど、それをなんか見た目的に使うのか、本当にね価格が安くて、まあ、とりあえず保護できればいいっていうものを買うのかで結構ね考え方も変わってくるんですけど、僕はね結構いろいろな人におすすめしているのがこちらですね。よいしょ、Amazon Basic の 13.3 インチラップトップスリーブっていうタイプの、まあ、ケースです。まあ、さっきのねパッケージを開けるとこういうスリーブケースですね。結構ねクッション性も割とあって、見た目もすごいシンプルなブラック でなおかつねこの表面素材ネオプレーンっていうダイビング用のスーツに使われるようなこの柔らかい素材感でできていて、結構チャック部分もこういう持ちやすい取っ手がついていたりとか、多分動画だと見づらいんですけど結構ね柔らかいクッション素材で中が覆われてるんですよね。なおかつサイド部分も意外とこうやってねマチが作られているので、まあ、すごいね衝撃に強いわけではないんですけど、最低限かすり傷とかバッグの中のものとのね干渉から守ってくれると思うので、結構ねこれがおすすめです。でしかもこれ結構すごいのが13インチ用のケースなんですけど、価格がね1300円で買えるんですよ。これだけのクオリティのケースが、まあ、1300円で買えるっていうのは結構やっぱり Amazon Basic いいなと思いますね。僕も実際8インチ用のケースと、あとまあ 15.6 インチ用の MacBook ケースを使ってるんですけど、普通にもう80点90点ぐらいの満足度を出してくれるので、とりあえずね好きなケースとか、まあ、欲しいケースとかが見つかるまでは一旦これでもいいのかなと思います。でまあ実際にちょっと MacBook Air を収納してみたいと思います。よいしょ、サイズ感が MacBook Air 専用じゃないのでちょっとね緩めなんですよね。こうやって入れた時に若干ここにね1センチぐらいの隙間ができるので、ちょっとね中でカタカタします。なおかつこうやって入れた時にちょっとねここにマチができます。2センチぐらいのマチができるので若干こうまあ緩い感じはあるんですけど、最低限ね本体を保護するっていう意味では全然問題ないのかなと思います。カバンの中に入れちゃいますしね。ちょっとねやっぱりこう緩い感じがあるので、もしなんかぴったりめのがあればそちらを買ってもいいとは思うんですけど、とりあえずまあ安くて自分が使った中からそこそこおすすめできるのがこの Amazon Basic かなと思います。というわけでこの MacBook 表面の保護に関してはケースを購入すれば全然ね問題ないとは思うんですが、気になるところで言うとやっぱりこの内側ですよね。内側特にね大きいディスプレイを搭載している MacBook なので、まあディスプレイの傷っていうのがすごい気になると思います。なので個人的にはまあ
ってあると思うんですけど、やっぱりね保護フィルムを貼ることをおすすめしたいなと思っています。っていうのも意外とねこの MacBook Air ディスプレイ傷がすごいつきやすいんですよね。皆さん自分の MacBook を光が当たるところでこういう風にねちゃんと見たことありますか？意外と普段は気づかなくても細かい傷がすごいついていたりします。まあ MacBook なんてこうやってねディスプレイを閉じてこのまま持ち歩くから傷なんてほとんどつかないだろうって思われがちなんですけど、意外とこの持ち歩いてるうちにねここに挟まったホコリとかチリとかが、まあ、閉じてる間にね画面と干渉して、そこでね小さなスクラッチ傷になってしまうとか、あとまあ普段こうやって使ってる時にこう指紋でペタって触ってしまって、その傷を拭こうとしてこうクリーナーでゴシゴシとかやってしまうとすごいね細かい傷がついてるんですよね。これに関しては経年劣化というか、まあ使っていくうちにね形あるもんなのでしょうがないところであるんですけど、できるだけこう自分の相棒に対して、まあ、傷は少なくいてほしいですよねっていうところで、やっぱり、まあ、そういう意味でも保護フィルムは結構本当にあった方がいいのかなと思います。ちなみになんですけど、僕の場合はこのミヤビックスの保護フィルムを使っています。高光沢タイプですね。保護フィルムメーカー様々あると思うんですけど、まあ、ミヤビックスの場合は日本のねメーカーがちゃんと作っているっていうことで、まあ、品質はもちろんなんですけど保証的な意味でもまあ安心できるかなっていうところで、まあ、ミヤビックスにしているっていう感じですね。結構ねこの保護フィルムって非光沢タイプと光沢タイプの2種類に分かれると思うんですけど、まあ、MacBook に関しては僕この単体で使うことがほとんどで、ディスプレイに装着するっていうこともないので基本的には光沢タイプを使っています。で結構ね保護フィルムについておすすめするとよく言われるのが、まあ、保護フィルム外すときになんか傷がつきそうとか、なんか塗装が剥がれそうじゃないですかみたいに言われたりとか、保護フィルム使ってるとちゃんとね MacBook の色が鮮やかに見えないとかそういうことも言われると思うんですけど、基本的に保護ディスプレイを貼った後に剥がすっていう動作に関してもすんごいねこう無理やりガシャーとかやらないで、まあゆっくり慎重にやっていけば全くね問題なく剥がせるかなと思います。実際僕この15インチ MacBook Pro で、まあ、2年間ぐらいね貼りっぱなしにしていて、最近ね剥がしたんですけど全く問題なく剥がせましたね。その間ねちゃんとかすり傷とかをフィルムが保護してくれたんで、かなりね費用対効果は高いのかなと思います。でまあ色の鮮やかさに関してなんですけど、本当にねプロフェッショナルとして写真をやってる動画をやってる色構成がすごい大事だっていう人にとってはちょっと厳しいのかなっていう気もするんですけど、光沢タイプに関してはほとんどね色の差っていうのは素人目ではあんまり分かんないと思いますね。確かにねこう目の前で比較すると若干鮮やかさっていうのは変わってくるかもしれないんですけど、基本的にはまあこれをね単体で使うしいつも比較するっていうわけではないので全然問題ないかなと思います。この段階で結構ね長く喋ってしまっているので、ここからはねちょっとスピードアップしてお話ししようと思います。はい、続いてはこちらですね。アンカーパワーポートアトム3スリムっていう長い名前の AC 充電器です。これねちょっと前のブラックフライデーセールで MacBook Air 用に購入したんですけど、かなりいいですね。これね何がいいってとにかく薄いんですよね。薄くて軽いで、ちなみに MacBook Air に純正で付属してる 30W 給電の充電器もすごいねコンパクトではあるんですけど、それをかなりね上回るぐらい持ち歩きやすいですね。まあ、見た目の表面積的にはアトム3の方がね大きく見えるんですけど、横を見るとねかなりねスリムさというか厚さが違うんですよね。だいたいこうやって見ると純正の2分の1なんですよ。カバンの中に収まりがすごいいいというか、まあ、ボテッとしてないので充電する時もねすごいしやすいですね。でそれでいてパワーが純正の AC アダプターと一緒で 30W 給電に対応しているんですね。なので MacBook Air が最速で充電できる AC アダプターです。しかもすごくいいのが軽いんですよ。ちょっとね重さを測ってみましょう。純正の方が非交渉ではあるんですけど 99g ですね。対してこのアンカーの充電器はよいしょ59g、まあ交渉だと 57g なんですけど、重さに関しては半分とちょいぐらいなのでかなりね持ち運びにも便利かなと思います。で価格に関しても純正品だと4500円ぐらいするんですけど、このアンカーの充電器だと Amazon で大体2000円ぐらいで購入できるんですよ。僕購入した時は1500円っていうめちゃくちゃ安い価格だったんですけど、まあ、そのぐらいね価格差にもあるので、例えばまあ大きくて持ちづらいけど純正のこちらは自宅で使う専用として、でこっちに関しては軽くてカバンにすごい収まりやすいので持ち運び専用っていう形で両方ね使い分けするのがすごいいいのかなと思っています。こんな風に無印良品で購入したペンケースにもスッと収まります。
で、それに付随してなんですけど、このね、Amazon Basic USB-C のケーブルもめちゃくちゃおすすめです。これに関しては90センチっていう短さではあるんですけど、USB3.1 に対応してるんですね。USB3.1 の転送速度に対応しているので、さっき紹介した AC 充電器と組み合わせて使うのはもちろん、こういう SSD で使う場合にも最適なね、転送速度で、まあ MacBook にね、データを転送してくれるっていうものなんですね。ちなみにこういう SSD との転送速度なんですけど、Apple で5000円ぐらいで売ってるサンダーボルト3のケーブルと、まあこの USB3.1 のケーブルで比較してみたんですけど、このね SSD に関しては速度は全く一緒でしたね。でまあ余談なんですけど、 MacBook Air に純正で付属で付いてくるこの 2m のケーブルって、これね充電専用なんですよ。一応まあデータ転送もできるはできるんですけど、結構ね転送速度は遅めなんですよね。なのでまあ自宅で充電専用で使うのであればこれでもいいんですけど、結構充電ケーブルとしても短くて持ち運びやすいっていうのと、あとね個人的に嬉しいのが白なんですよ。まあブラックと白あるんですけど、白も選べるっていうところ。あとね 3.1 に対応しているので、充電だけじゃなくて転送速度もしっかり確保してくれるっていうところがやっぱりねいいところだなと思います。本当にね価格にしても1500円で購入できるので、これは本当におすすめしたいアイテムですね。ちなみにこのケーブルに関しては頻繁に在庫切れになっているので、見つけたら即買いしましょう。はい、まあ続いてはですね SSD ですね。こういう外部 SSD っていうのは一つ持っておくと本当に便利ですね。例えばデータのバックアップだったりとか、まあ大きなデータをねスマホとか PC とかとやり取りするとき、まあ、動画データとか写真データをやり取りするときに、これが一つあるとね本当にデータ転送が楽になります。でこれすごいのが、このサイズでこの薄さ、しかもね 51g っていう重さながら 2TB の SSD を搭載してるんですよ。このサイズすごいですよねっていうのを、まあ2年ぐらい言ってるんですけど、まあ、最近はねサムスンだけじゃなくてサンディスクとか他のメーカーからもね、いろいろこういうタイプのポータブル SSD って出てるんですけど、まあ、サムスンのやつが個人的にはね転送速度、読み込み、書き出しともに割と安定して 500Mbps ぐらい出るので、普段使っているって感じですね。まあ、ちょっとね価格は高めではあります。でこれ今紹介した通り、データの転送とか、まあ、データのバックアップっていう意味でもすごい便利なんですけど、一番ねやっておきたいことがこの PC のバックアップなんですよね。 MacBook ユーザーの皆さん全員におすすめしたいんですけど、そういうのにねぜひこの MacBook のタイムマシン機能を使って全てをねバックアップしておいてください。本当に一回僕13インチ MacBook Pro を空港で盗まれてしまったことがあって、 PC 盗まれた時って一番辛いのってそのパソコン自体も惜しいなっていう感じなんですけど、データなんですよね一番は。例えば昨日までに作った原稿とかも、まあ盗まれてるわけなので全て消えちゃってるんですよ。だけどこういう SSD に例えばねほぼ毎日タイムマシンでバックアップを取っておけば、新しく PC を買い直せば昨日までの状態で PC のねデータが返ってくるんですよね。なのでまあこれ自体はねなくしたら元も子もないんですけど、まあ、そういうねバックアップを取っておくっていう意味でも SSD はね本当に買っておいてください。でまあちなみに容量の選び方としては、このね自分が購入した MacBook Air の容量の倍のものを購入するのがおすすめですね。例えばこれ自体が 512GB のストレージを搭載しているのであれば、まあ、SSD はね 1TB を購入するっていう使い方がおすすめかなと思います。で、あと SSD って結構高めなので、そんな買うお金ないよっていう人でも最低限ね、こういうタイプのハードディスクは、まあ数千円で買えるので購入して、まあ、バックアップを取っておいた方が吉かなと思います。まあ絶対に買っておいた方がいいものってこのぐらいですかね。あとまあ僕 MacBook はディスプレイにつなぐとかじゃなくて、このまま単体でね、カフェとかで使うことが多いので、MOFT っていう PC スタンドも装着しています。まあ、これに関してはね、いろんな YouTuber の人が紹介しているので、改めて僕が紹介するほどでもないんですけど、一応まあこんな感じで角度をつけて使えるようになるので、例えばこういう風に猫背になりがちなノート PC だったとしても、こういう風に角度があることで、まあある程度はね、姿勢が改善されるのかなっていう感じですかね。で、あとね、これを使うことによって意外とね、肘の角度が結構自然になるんですよ。こうやって使ってる状態から持ち上がることで、こういう風になって、こことのね、角度がちょうどいい感じになるので、まあ、長時間作業するときだったら意外とこういうモフトもありなのかなと思っています。で、実はね、僕こういうモフト的なやつって、これまでのラップトップ PC だとあんまり使ってこなかったんですよね。理由としてはモフトとかってこうやってね、この本体の裏に粘着するタイプなんですよ。なので MacBook Pro を使ってたときだと、このアルミニウム自体からもね、熱を排熱していたので、ここを全て粘着テープで覆ってしまうと、まあ、処理能力がね、若干落ちるんですよね。
なのでまあこれを取り外したり使ったりっていうのを繰り返してたんですけど、このね M1 MacBook に関しては本当にね発熱しないんですね。なのでまあモフトみたいにここを覆うタイプを購入したとしても、まあそれなりに処理能力がめちゃくちゃ下がるっていうことはなさそうなので、とりあえず今はモフトを使ってるっていう感じですね。まあ PC スタンドで言うとモフトがすごい有名なんですけど、モフトに関してはまあ普通に使いやすいは使いやすいんですけど、こうやって使う時にね若干こうぐらついたりっていうのがあったり、あとまあこういう風にね閉じた状態で使おうとするとこうね片方を押すとゆらゆらしたりっていう感じで、単体で使うよりも安定はしないので、そこはねトレードオフな気はしています。あとまあ PC スタンドってモフト以外にも各社いろいろ出していて、アルミニウム製のもあったりするんですけど、モフトに関しては結構ねこういう風に角度が出るのに 86g っていう軽さなので、まあ MacBook Air と一緒に組み合わせて使う分にはかなりバランスがいいのかなとは思っています。ただねその使ってる時のぐらつきとかは気になるので、まあ他にいいのがあったらまた別途紹介していこうと思っています。でまあ今回ね MacBook Air 用にこれだけは買っておきたいっていうおすすめのアクセサリー類を紹介してみました。結構ねやっぱりベーシックなものが中心となってしまっていて、まあいろんなね人も紹介してるとは思うんですけど、やっぱりねこれだけは外せないっていうアイテムたちですね。あと結構 MacBook Air 自体も軽いので、できるだけ軽いアクセサリー類を選んでいるんですけど、まあ例えばこういう風にまとめて、こういうね無印良品のめちゃくちゃ軽いペンケースとかに収納しておくとこんなにコンパクトになります。であとまあさっき紹介したケースと MacBook Air を一緒に持ち歩くと、このぐらいのねサイズ感でカバンの中に入れて持ち歩くことができますね。 MacBook Air 含め全て合わせても、まあ、1740g で済みます。ここまでねアクセサリー類含めても重くないので、まあ、ぜひねこの組み合わせ参考にしていただけたら嬉しいです。というわけで今回の動画は終わりにします。ブログではこの動画の他にも、まあ、MacBook のね、レビューだったりとか、人のカバンの中身をインタビューもしているので、ぜひそちらも参考にしてみてください。それでよかったらチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トモログです。